んばんは。ベッドの上でご飯最悪っすね。最悪っすね。でもお腹空いちゃったんで、ごめんなさい。こんばんは。うわあ、なに、なに、ありがとうございます。なんかすごいな。すいません、ちょっと三脚で今日やってみているもんで、ね、ちょっと高くないか。ああツインツイン、すいません。あすいません、ちょっと気まずい。これでいかがで、おい、こんばんは。なんかいいじゃない。あ、ありがとうございます。トリックアトリート、ありがとうございます。お化けもありがとう、ハートもありがとう。皆さん武道館ありがとうございました。ひななはデイワンにつき、デイワンだけど千秋楽っていう不思議なメンバーでして、熱い。慎重に生きてる、慎重に。いただきます。ハートありがとうございます。コウモロコシじゃなくてコウモリもありがとうございます。武道館楽しかったね。私はデイワンしか、あ、デイツーか、出なかったんですけど、いろんな曲披露できて嬉しかったね。おお、ハンバーグ弁当で、うん、1曲目が彼女になれますかね。皆さん口から落ちました。ハートありがとうございます。かわいい、ありがとうございます。ハートもありがとう。あ、コウモリもありがとうございます。ハートもありがとうございます。彼女になれますか、久しぶりに、嘘です、久しぶりにじゃなくて、なんか私はいつも松井咲子さんポジだったんですけど、なんか最近は峯岸さんポジが多くて、歌いだし、あやねちゃんと行之助と3人でやりました。いつからだろう、
いつからか私はネギ散歩人になってました。久しぶりに赤チェックの写真は本当に、ちょっと待って、今なんつった、赤チェックの写真だって、赤チェックのオープニング衣装着れて嬉しかったです。あれのプロすぎてみんなに着方を教えてました。それアウトだよあれアウトだよ、シャツアウトだよ。で、次がね、思い出せない。彼女になれますかして、ずっとずっと、来たこれ。ずっとずっとやって、ずっとずっとの衣装、誰のだ。これはちょっとまだ謎にしておこうかなって思うんですけど、すごいエモい人の衣装でした。私ずっとずっとやるんだって思って、ずっとずっとメンバー、なんかチーム A メンバーだと思ったら全然違かった。初めてポジションついてやったんだけど、ずっとずっとめちゃくちゃ良かった、ありがとう。なんか最初ね、歌い出し太田由紀だったんだけど、太田由紀めっちゃ緊張してて、最初の歌い出しいろいろ頑張ってたから褒めてあげてほしいです。手プルプルでした手プルプルしてて可愛かった。ヤッホー、ずっとずっとお手入れしなくては見つめる日の母だったもう我が、でも我が子っていう感じじゃなくて、なんか後輩が頑張ってるって感じだから、もうでもイスタンはね、ナナさんと一緒にずっとずっとできて嬉しいですって言ってくれて、なんかうちのこと好きなんだってひなののこと好きなんだって、嬉しい。なんかでずっとずっとやって、そうチーム A でした、俺 A で、次がファンレター、どんな時もまたあの衣装着れて嬉しい。なんか最近ほら千秋楽だったじゃん、か1週間前か、1週間前に着た衣装また着れて嬉しかった。私あの衣装マジで似合うんだよね。買い取りたいぐらい似合ってる。でも買い取るより似たの買った方が早いあの衣装見当たらない、あの衣装見つけた人
連絡ください。でもこれからファンレターやるときに着るからダメって言われました。書いといたいって言ったら悲しいよ。でファンレターの後がファンレターの後私何したって来た感じだ。小森ありがとうございます。ファンレターの後がうち8曲9曲ぐらい出たんだけど、そうだね、ファンレターしてウッホーかな、もうウッホー、もうウッホーじゃん、もうウッホーだよ。ウッホー本当にね、ウホはこんな高い順位になって本当にありがたい限りです。またゴリラした思わんでしょう。そうなんか、おお、すごい、ありがとうございます。かぼちゃカオキありがとうございます。コーヒーな、そうウッホーね、もう飛び込んで最後かと思ったらタグ系とコミ系一緒になってウッホーできたの本当にね嬉しかったです。ピエロありがとうございます。武道館で見えて感動しちゃったそう今日は撮影タイムじゃなかったんで、ね、すみませんウホ撮影タイムじゃなかったんで。武道館の女やね。そうなんですよ、武道館でまた歴史を刻んでしまったようだ。でもちょっとなんか聞こえたか分かんないけど、自分の曲が正しいか分かんないけど、なんかウホウホって出てダウンホーって出て、おーってなってくれてたら嬉しかった。でも大体湧くか大体湧くか。で、あれですよ、赤チェックオープニング衣装じゃなくてついに着れました。東京ドームで秋元さやかさんが卒業なさったあの東京ドームウホウホウホ衣装、私はあれを見て AKB に入りたいって思ったんでね、あの衣装を着れたこと本当に嬉しいです。そう、私はお客様側お客さん側で見てたんです。私は小学校5年生ぐらいの時ですかね。あの衣装初めて見た、動物たくさん飼ってきたからやばすぎ、ジャングリーだいぶジャングリーな衣装ですよね、ジャングリー衣装。ありがとうございます。お花、そうだから私にとってだいぶ劇映も衣装です。だってあの時見てた衣装をこうやってね着れるだなんて本当に幸せでした。であの衣装を着るにあたって、まあそうですね、まあご連絡をさせていただいたんですけど誰にって、まあはいはい、まあ、深くは言わないけど、背景514日ありがとうございます。
ハユキちゃんがいいツイートしてるよって、見たい。そう、羽バカでかかったよね。そう、一番でかい羽にしてもらったらしい。そう、振り付けの先生が一番盛り上がってました。イナナちゃんって、何ですか？ウッホー、センターステージ連れてっていいって言われて、え？いつですか？お、ゴリラになるタイミングだよって。いいんですか？先生が一番盛り上がってました。先生めっちゃなんか普通の投資リハの時って大体なんか神妙な面持ちにみんななるんですけど、先生とか真剣にこう見てくれてるんですけど、もうウッホの時だけなんかめっちゃニコニコしてるなんか先生とか演出家の方とかみんななんかニヤニヤウフフウフフしててちょっと面白かったです。本気に感動しました。よかったね、皆さんのおかげでこうやって披露できて、して好きな着たかった衣装も着れて、うん、そう、もう最初ね、私がウッホやるって知ったのはお代理がなんか配信か何かで先にセットリストを見てたんだって。で、え、ひななさ、リクアワのセトリ知りたいって言われて、え、教えてくれるんですかえ、ひななの曲入ってるよって言われて、え、なんですか、うん、お入ってますって言われてうれしかった、うん、お代理がニヤニヤしながら言ってくれました。そうで、お代理さんと、やばい、行かないで行かないで、ウッホできるのうれしかった。初恋泥棒ゼロ票なの、マジで本当にあんなにやってたのに嘘だろう、マジ。うんだよ、まだ踊れるよ。マジか、誰も当たんないでしょ、初恋泥棒が入ってないだなんて。そう、マジ完璧でしょ、一生覚えてるからね、うん、よっこ、あ、あーうっほ、そう、みんながね、そう、スーパーひなのタイムとはこんなのことでした。でみんながリハの時もなんか盛り上げてくれて、そう、本当に嬉しかったです。なんかもう私がこのウッホを披露することはきっとないかもしれないけど、そう、次ね、またリセット公演がやるときに誰がやるのか楽しみです。お化けありがとうね。そう、
誰がやるかな。誰もいなかったら私がやるね。任せた。あ、花束ありがとうございます。そう、うほほよかったねって、ありがとうございます。みんなが投票してくれなかったらね、もうスーパーひななタイムなんてなかったですから。うほほほう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 、力強い。そうで、なるみとこみちゃんの肩をブーンってブーンって飛びました。使って、うんうん、ブーンってゴリラ人間の肩ですか。そう、カット割りとかもカット割りとかもね、細かくこっち向いてこっち向いて、こっち回れてーとか飛んでーとか、すごいなんか細かくちょっとやらせていただきました。スーパーひななタイム見れただけで行ってよかったと思いました。よかったです。フール対応11月まかりで会いに来ますね。ありがとう。そう、もっともっと話したいんですけど、まあ次に進みたいと思います。次MC で褒められてね、嬉しい。ゴリラやれば完璧です、皆さん。で、次が僕の太陽。僕の太陽もね、嬉しかったです。あんな連番で僕の太陽が来るって嬉しかったです。まあ、僕の太陽は本当に歌が、曲がいいので単純に入ったかもしれないんですけど、そのなんていうんですかね、やっぱ今僕の太陽声もやってるからこそ入ったのかなと思うんで、うん、高い順位でね、嬉しかったな。しかもありがたいことに歌いらしやりました。ギャップすげーゴリラの後に太陽の歌いらしやってんの、ギャップやべー。サインブックブックとサイン、あ、おめでとう。うちがサインしたブラック、いいコメント書いてあったでしょあれ、うん、功労者特権嬉しかった。しかもね、ラブライブ友達のサホさんと一緒に、武道館が大きな劇場になってたって、そう、やっぱいいね。ラ・シンメ最高。やっぱラ友達とのシンメは最高だな。フレンドラフレンド、いつも聞いてる声で歌いらしい。そう、もやもやした気持ちまで歌いそうになっちゃったけどね。それはまた24日で。こんばんは。あとは次は僕とやって二人乗りの自転車。あ、私あれ選ばれると思わなかったよな。初めてやりました。Don't stop, 止めないで My love, yeah,
すごい地味に小田さんと2人の歌割り。2人乗りの自転車楽しかった。あんな楽しい曲だとは。もうさ、衣装がさ丈短すぎてさ、ほぼもうパンツ見えてパンツ丸見え、うん、ないと思って見てたらいた。そう、なんか K のメンバー結構ポロ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 いました。二人乗りをした自転車のその後ろイーリさんとぐるぐる楽しかった。さすがにあの衣装でひな壇いるのはちょっと NG もらっちゃってNG 食らっちゃったんで、衣装はゴリラの衣装に戻ったんですけど、そう、ドゥーンドゥー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 ン低すぎだって低くやってっつってたからちょっと転石が出ちゃった、転石出ちゃった、すいません。そう 2B とか入ってなかったなって思って、なんかそういうエモい系とかなんかそういうのなかった。あれは低ければ低いほどいいって先祖代々習ってきました。そうなんですよ、その島村見回してたみたいなんだけど、本当に何見てるか分かんない、自分消えそうあ、そう、あのキャパシティだけやんなかったな私は。キャパシティじゃなくて僕の太陽に入ってました。 チーム K 入ってなくて意外だったね、ザ・チーム K みたいな。そう、2B とか入れてくれるかなって思ったら 2B 入ってなかった。あとでも 2B やったら終わっちゃうもんリカーが終わっちゃう、うん、締めになっちゃうから。でもずんちゃんとあやねと話してたんだけど、なんでマンモス入ってないねんなんでマンモスいなかったのよ。マンモスやりたかった武道館で、悔しい。マンモスも入れてって言えばよかった。なんでそんなマンモス人気ないんすかマンモス何位だったんだろう。全部全部さ開示してほしいよね、順位。武道館でこそマンモス生えそうだけどね。どんましいどん。読み返る。今日が楽しいから目を覚ませ。武道館の一曲目マンモスにすればいいと思います。以上、私が出演した曲。あ、待って。いや、待って。あと、誕生日の夜。誕生日の夜、マジ難しすぎた。私、そう、サオさんと一緒にね、覚えたんですよ。レッスンで言えなかったから。ランランラビン。誰が入れたあれ。知らない曲だった、私は。サオさんは知ってた。私は知らない曲でした。でもこの曲好きな人がいるんで、すごいね。ランランラミン。でも昨日の練習の成果が出て、
人に教えれるぐらいにはなりました。えらえらえら、えら、お、コウモリありがとうございます。帰りながら、そう、帰りながら、ちょっと歩きながら帰っそう、ヌミサプまではあれが生誕祭定番だったと噂で聞きます。まだまだ知らない歴史があるようですね。二人乗りもした。楽しかった二人乗りの自転車。自転車。SYA。シャー。私が一番楽しかったのはセリちゃんのお手上げララバイ。Why? お手上げどうする10分おーおーずっと歌ってたセリちゃん。あ、Why の人だ。あ、あれだ、コウモリアイズ。 Why? お手上げどうする10分あっ、見つからない、うん、みんなクラブって言ってクラブだった。DJ セリカセリちゃん大好きこれ楽しかった。セリカうちのセリカコールは聞こえた？セリカあれ私セリカ限界オタクみたいになっちで、エンベニウェイ披露しました。2回目人数増えて場所変わっちゃって大変だったんですけど楽しかった。Anyway. ラストがアイドルなんかじゃなければコンサート恒例新曲を最後に披露する。そう、終わりました。楽しかったです。そう、新公演もね、うん、すんげえ決めて、これ決まりまして、12月8日ってね、で16人しか出ないのかな、どうなんだろうね、どうやってやるんだろう、周年の日だもんね。毎年周年の日はさ、みんなで出てたからね、どうなるんだろうって私は思っております。思っております。全部食べました。ね、ちょっとわかんないんですけど、私はとても心配です。
私とっても心配です。本当にできるのかこのみんな。でもまあ武道館終わったらみんな大丈夫か。お化けありがとう。今Why? お手上げダメもう私お手上げならば一生歌っちゃう信用できません。泣いちゃった。ムカついてくる Why? Why? お手上げどうする自分うるせえまるでお手上げどうする自分意味わかんないチンプンカンプンやばララバイ好きだわ。お手上げララバイ、お手上げララバイさんチーム。てな感じでね、私のリクエストは幕を閉じたわけですけど、まあ武道館はもう来なもう行かないよもう行かないよ、うん、明日は最終日ですけど、みんな頑張ってください頑張ってください。話し会も、あ、祝辞会申し込んでいい？全然もう OK 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 マル TV。 そう、ひな壇おもろかった。ひな壇芸人ハートありがとう。今わーい、お手上げダメだもん、一生お手上げられば歌っちゃう。セリちゃんのこと好き。セリカ限界オタク。そう、アミちゃんにさ、私写真撮ってんのにさ、ね、ひななも踊ろうよとかクラブここひななも踊ろうよって言われて、ごめん写真撮んのってだからちょっと待って、写真撮んのって、踊ろうよじゃなくてさ、うん、踊ろうよはさすがに六本木すぎる、あまりにもあまりにもすぎる。ごめん、写真撮ってる、写真撮ってるのアミちゃん手間に記載って見せてくれ、その時に踊ろうよって言われて、いや踊ろうよってそんなアミちゃん言われたら踊るやろサンリオのキャラクター何が好き？ハンギョドン。いや、ハンギョドンは私の推しのコラボキャラクターなんで、私は本当はキキ&ララ、リトルツインスターズが好きなんですけどそう、でも最近はハンギョドンばっかりもらうんで、もう多分ハンギョドンが好きなのかもしれないです。でもハンギョドンが目に入るんでハンギョドンですね。あああうわー、言われた割にすぐ入らないんだなって思ったら断ってそう、ハートありがとう。楽しかった今日とても。武道館はね、思い出の地なんで、こうやって大切な曲を披露できて嬉しかったです。今何時だろう。わーい
もうダメわーいとか言っちゃう。ちょっとじゃあゴミだけ捨てていきますね。ゴミ捨てて、お、23時30分、うん、ちょっと待ってね。あぶあぶ、早く寝ろ。ああ、うるさいなって。一番うるさいよ。あれ、おかしいな、声入っちゃうのに喋り出して割とでかい声でうるさいなって。最近これ流行ってるんですよ、家で。うるさいなぁ。今日武道館に行きました。うほうほうほう、最高でした。ありがとうございます。みんなの名前間違えてる。うほうほうですからね。あみちゃん、うほうほうじゃなくてうほうほうですからね。ツイッター間違えてます。うほうほう指摘おばさん。は、衣装の飾りぶちまけてるの目撃、ぶちまけてる。てか、あの羽でかすぎてなんか至るところに頭をオンってなって。いや、壊してないですよ私。あれ、壊してないよ、壊してない。羽のね、こんぐらいあってさ、ガチガチこんぐらいあって、このさ、衣装部屋から出てくるときもさ、オンってなって、出るときもオンってなって、やられてました。マジ身長2メートルぐらいになった。楽しかったね。楽しかったね。もうダメ、お手上げララバイしか頭に流れないんだけど、どうすればいいと思う。チンプンカンペン。最悪。一生たっちゃう。でもなんかさ、今日初めてレベルで18キちゃんと濃密に絡んだ。濃密に。そう、写真撮った一緒に。明日お手上げララバイだけ歌いに来て。言うやったん。ハートありがとうね。そう、見て、ぐる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 、あ、ぐるぐる、くじしたーら出てきたーね。そう、くじしてきたよ。でもなんか遠すぎて、あの自分では引きに行けなかったんで、マネージャーさんに代行してもらいました。そう、こんなでかいんですよ。
そう、もう10連したんですけど、台風動画を早く上げないといけないようだ。明日はね、行けないんで、マネージャーさんに代行を頼みました。明日も引こうとしてる。いや、だってちょっとさ、もだって K だったら、 K だけだったらこうね、少ないからあれだけど、ちょっとさ、ほらそう、全員ってなるとちょっと大変です。もっと欲しくなっちゃう。だから明日、今日もう一回やりたいですって言ったら、あ、じゃあ明日お願いしますって言われて、だから明日やります。ワンワン、ひなら出た、ちょ、あ、うち出た、あ、でも、はい、はたれてない。開封動画お待ちしててください。編集しないと。そんなくっつけて、くっつけてカットして早送りにしてっていうだけ。はたれてない。お化けさん、ありがとうございます。みんな楽しかったですか？武道館の入り口でひならのサインカードもらってありがとうございます。ああ、ありがとうございます。そう、私がね、必死に書いたサインカードを受け取ってくれてありがとうございます。書いたやつは全部配られたのだろうか。お疲れをありがとうございます。皆さんは誰のカードを当たりましたか？ムカついてくる、もうずっとずっと、めっちゃ楽しかった。終わってから3時間くらいか経ってた。すげえ、終わってからもう3時間も経ってるのか。はい、ありがとうございます。めちゃくちゃ楽しかったです。開演前に緑のあれを飲んだから最初から頭痛、頭痛かったです。オーマイガー、ひならちゃんのカードじゃなかった。ひーちゃんだった。ハターンゲットしました。おー、すごい、コミュアルだった。おしめの、おしめ、イエーイ、ワンちゃん、猫ちゃん、おりんちゃんでした。おー、ひなちゃんのカードはいいですね。今日限定なんで。あ、頭取ってもいいっすか？スイちゃんだった。ミグとマホぴょんと、みんないっぱいゲットしてるんだね。う、あ、頭すっきりマウンテンです。そう、 K やるからアミアミにしました。でもさ、うん、お水の割り振りとかさ、なんか色の立ち位置の色の付け方とかさ、なんか全部チーム K だった。うん、全部チーム K だった。シールついと泣いちゃった。ま、私まだチーム K だった気がする。キリンさんが乗せてる風のシューズに熱射素敵すぎてた。僕側からしか撮れないんで、全部みんな後ろば、後ろ姿ばっかりだけど、それは私にしか見えない世界ということで。
今日はひななさん特集みたいで最高でしたひななさん特集ではないですけど、うん、でもそう思ってくれているのは嬉しかったですね。ウホはメンバー K だったの。そう、タグ K とコミ K がこう一緒にバッってなってて、でハーちゃん、ハーちゃんも一緒でした。僕の友達ハーちゃん。そうだからすごい激エモでした。なんかそう、あの鉄菜とかも鉄菜もほら村山4となるなる4の合同楽曲みたいな。歌割りが神だったね、あれは。鉄なで私ちょっとうるってきちゃった。そう、なんか湘南の風じゃなくて涙の湘南も。おたえりなお初めて聞けました。いいね。コミケとタグケが混ざってるのエモすぎて、もうみんなでリセットしようってなってみんなで星空のミステイクして夢の鐘しようぜ。トゥ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 ルトゥルトゥン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 トゥトゥルルルルトゥルルルテテ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 。これっすね。拍手あり元気かよ。でもだって8曲ぐらいしか実際出てないからね。ぐる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 走り回ってましたね。撮っては出て撮っては出て、そういつもね、ひななってさメンバーの動きじゃないよねっていういつもその映像を撮ってくれてる、そのイーケンのイーケンの所長さんと割と仲いいんですけど今日も走り回ってるじゃんって今日もカメラ持って走り回ってるじゃんって。お化けありがとうございます。コンモリもありがとうございます。床に這いつくばって撮っててかまあリカワだからあれできるけど、あれ本当にやったらこうあれなんだな。そうマサルとね、彼女になれますか、一緒にできて嬉しかった。マサルさん、マサルさんチームは、マサルさんチームはやっぱチーム系です。マサルとのんちゃんはやっぱ、でもなんか研究生に関してはなんか本当は入れたかったんだろうなっていうチームの振り分け方してて、研究生、そう本当はこのチームに入れたいんだろうなみたいな、運営サイドは運営サイドっていう位置づけをしてたなって思いました。だからマサルとのんちゃんはチーム系です。ソララの K 見たかった。ソララのマンモス、ソララのマンモス、ソララのマンモス。だからホテとか B だった。ホテイモか。お、だるまさんに言ったよ。ホテイモかって言って、あー、ひななさんひななさんわー
なさーん、お手いもかーって、ずっとずっとのひななちゃん良すぎてお友達ずっと褒めてましたね。嬉しい。ななさん、ななさん、次は何の曲出るんですか、出るんですか、チャム、あれチャム、あ、でも今回あやねちゃんとほとんど曲一緒でした。ホテの声ひななレベルですごい響き当たってた。そうで、ホテイモカでーす。フルの最後、フルのあのお見送りバイバイみたいなやつあったんですけど、私ホテと一緒にねバイバイしたんだけど、最後ホテイモカでーすって言ってたから、ホテイモカっつって帰ってった。って言ってるよ。っておもろいねマジ、見なきゃ。見てください、コンヒナ。え、そう、ベスト30、あの30位までを当てられた人は誰一人いなかったらしい。くそ、あなただけの公演を作れなかった、悔しいよ、悔しいんだよ。お、当たり当てます。誰も当たんなかったって。マジか。みんな大外れです。ベスト5もいなかったって。まあでもそうだよね。フィッティングしたかった。悔しいんだよ。ああ。ほらだ。うん。ねえ、すごい。みんなは当てられたかな、一曲でも。ひななの直筆ソートワーク弾けた人いたんだけど、あれって一点もの、一点ものです。ハッピーハッピーバースデートゥーユー。30位の時点で無理だった。早い。ああ、お菓子ありがとうございます。ああ、重力ね。 2B3 位に入れちゃったよ。でも 2B ね、やりたかったね。またいつかやりたいです、 2B は。明日やりたいことを一つ心に決めて、僕は目標にできたなら、イエイ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 。これいいね。イエイイエイイエイ。お、ありがとうございます。お菓子。草原とかもやっぱ入ってなかった。サイベルとかね、入るかなって思ったら意外と入らない。リセットとかも入ってなかった。そう、彼女になれますかが入ってたね。でもなるみに言われたの、彼女とかリセットか、リセットとかより上なのは違うよって。ウホが上なのは違うよって。だからひななのファンが頑張ったんだねって言って。そうなの、ありがとうみんな。街角のパーティーも入らなかった。確かに街パーやりたかったわね。でも去年やったもん。やっぱマンモスに入れるべきですよ皆さん。うん、で今日役職より入れたので入ってなくてダメだ。おう、うん、3日間で一つわかんない、私はそれは。それはちょっとわかんない、わからんぽこ。
今何時ですか？マンモスのいつ押してたけど、マンモス東京してる。ああ、皆さんね、ウホ、でもこんなにいっぱいウホに18位だって、ウホにね入れてくれるのは本当にありがとうございました。カムサムニダ。ひななえりななるみあやねのリターンマッチが見たい世界でした。じゃあ、悩むな、どっちとやろうかな、これ。もう、あかん。そう、ペアだからね。でもあやねちゃんがピンクっぽい、なるみが青。リターンマッチっていうの、確かに毒蜘蛛に入ってる、毒蜘蛛にも入ってたってこと。ドゥルドゥドゥドゥルドゥドゥルドゥ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 私思えているかって投げたらドゥドゥドゥオケラだよ。でも不義理は今回で知名度上げたから入ってるでしょ、さすがに、さすがにね。お、お化けありがとう、さすがに入ってるでしょ。不義理、不義理はさすがに入ってた。で、1曲目不義理が良かったの。沸かしてほしかった。ドゥー不義理。あ、コウモリ最初不義理で始めるありだよ。確かに進行へ間に合わなかったら不義理という選択肢があるんで大丈夫です、不義理から始まるこの後どんな展開になるのか心配になっちゃうわ。心配になっちゃう。でも私が個人的に好きな一曲があって、気になる転校生っていう曲なんですけど、あれは私がお蔵入り公演をした時に出会った曲で、あれ可愛いですね。だんだん気になっていくる、そういうやつっているんじゃない、まさか恋とは違う不思議な時だ。ドンドンドドドンドンドンドドドン。あと月見草って月見草って曲知ってますか？月見草って曲をご存知でしょうか？あーよっしゃ。あー、そうだよ、誕生日の夜来たんだから月見草来てもおかしくねえやろ。、ね、渋い曲公演渋めの曲公演したい。渋い曲集める公演みたいな。ハートありがとうございます。ね、毎年ほら言われてるけど、森へ行こうってなかなかランクインしない。毎年なんかいじられてるけど、なかなか入らない。こんなに好きなのに。確かに、ハートありがとうございます。渋め曲メドレー
てててんてんててんててんてん起きてがみんなこうしてううううう家を飛び出した夜。でもこれ推し曲言わなかったらさ、どういうランキングになってたんだろうね、ちょっと気になるよね。うん、ビーチサンダルとかいいじゃんね。うん、わいろいろあれだが生きるって素晴らしいと。うわ懐かしい、やったことあるよそれ。確かに、あの最下位からやっていく公演もやりたい、やっていくリクエストアワーもやりたい、ね、ということで。でも真中と話してたのはシンデレラは騙されないやればいいと思います。13位コさんありがとうございます。12位磯風さんありがとうございます。11位高坊さんありがとうございます。11位タクシさんありがとうございます。9位高反発さんありがとうございます。8位アキラさんありがとうございます。7位脇山さんありがとうございます。6位サプライズレバーとチームイチロありがとうございます。5位シンゴシンゴさんありがとうございます。4位マコッチャさんありがとうございます。2位3位ブンジオとチームイチロありがとうございます。2位トニーさんありがとうございます。1位コータさんありがとうございました。おまけありがとうございます。これにて私の武道館は終わり、終わり。またお会いしましょう。明日やりたいことを一つ心に決めて、僕の目標にできたならYeah!